アグニの森へゆくす。はい、アグニの森ですね。今日ですね、ちょっと可愛いのがね、いっぱい浮かしてたんで、ちょっと紹介しますね。こちらですね、パプア金色クワガタっていうクワガタなんですけど、ほら、ちっちゃくてめっちゃ可愛いんですよ。可愛いでしょう。ちょっとこの子たちをね、紹介します。ほら、可愛いね。なんか桃みたい、スモモみたいな色。これ以上全部同じ親からね、生まれた。パプキンなんですけど、色が違う。これパープル。一応この子たちもね、裏がね、一応パープルとか青っぽいのが混ざってるんですよね。でパプキンはうちにはね、2ケットいて、一つがね、マジョーラケットっていうのと、あともう一個がね、この子たちですね。この子たちはね、インセクトディスカバリーの時に購入したパプキンをずっと類代してます。まあ、昔の動画見ていただければね、パプキンの購入してる動画がありますので、見てみてください。で、こっちが長いんかな？類代してるのが。類代率が長いですね、この子たちが。マジョーラは去年の今頃買ったんで。こんな感じですね、オスは。色とり緑ですね。時たまパープルが浮かす。マジョーラケットはほとんどパープルですね。で、これがメス。メスもスモモカラー。かわいいでしょ。これがパプア金色クワガタっていうクワガタです。産卵方法もね、虹色と一緒ですね。マット片詰めで産んでくれます。で、かなりの数産んでくれますね。虹色みたいに。パンパンスパパンスパンパーンっつってね、めっちゃ産む。で、小型種なんで、場所取らないですね。ちなみにね、このプリンカップでね、成虫まで持っていきます。この小さいプリンカップで。パプキン、ほら。これもサナギ。このままね。で、そんなね、浮かずれもしないんですよね。浮かずれじゃなくて、浮か不全にもなれにくいんですよ。不思議。マットの状態がちょっと悪くても、完品でね、浮かしてくる。これめっちゃ綺麗やん。ただやっぱ虹色と一緒でね、乾燥には弱いかなって感じ。乾燥するとすぐ死んじゃう。だからちょっとね、マット、水多めのね、ティッシュで管理してます。で、浮かしてね、約1ヶ月後ぐらいにね、すぐペアリングできますね。てかもう活動したらね、ペアリングできます。はい、こんな感じで。色とり緑ですね。皆さん何色が好きですか？綺麗でしょ。あ、やべ、めっちゃ隙間入ってってる。これいいね。この子綺麗だね。はい、ってことでパパ金色クワガタのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ではまたね、バイバーイ。